まあ、お子さんとするとなんか心が綺麗になるというか、うん、こちらが現れるという感じしますね、うん、どういう活動をしていこうか。あ、こういう活動です、はい、子どもの裾野を広げるということです、はい、海外に向けていきたいなと。海外にも、海外にも向けて日本の文化をお伝えできればなと思っているので、はい、みんなでちょっと力を合わせてできればいいですね、うん、お子さんに夢を私がこう子どもの頃から与え大人の方に恩師や与えていただくことを今度返していきたいなと思います。あるんですよ。全くないんですね。何パーセント？もともと100%以上ないですね。もともと辞める時にもそういう気持ちは全くなかったということですね。いい人がいればいいなって思いはどうでしょう。そうなんですよね。今のところはないですね。予定もなければ出会いもないですね。いやでも表になるんじゃないですか、独身で。例えばどんな感じの。